くれないの豚、くれないの豚、くれないの豚は、スタジオジブリ制作の日本の長編アニメーション作品。アニメーション映画として1992年7月18日から、東方形で公開された。原作は、月間モデルグラフィックスに連載していた、漫画、宮崎春の雑草ノートの中の飛行艇時代。監督は、宮崎春。 前作の魔女の宅急便に続いて劇場用アニメ映画の興行成績日本記録を更新した。この作品以降、スタジオジブリ映画における宮崎俊監督作品はすべて東方系での公開となった。スタジオジブリ作品では初めてヒロイン役を演じた役者本人が主題歌を歌っている。当初は同じ原作本宮崎俊の雑草ノートから 突撃。アイアンポークアニメ化が進められたが、諸事情により中止となったため代案として企画された。世界大恐慌の時代のイタリア、アドリア海を舞台に飛行艇を乗り回す海賊ならぬ空賊。作中では空中海賊と呼ばれると、それを相手に賞金稼ぎで生きる豚の姿をした大役軍人操縦士の物語。 日本航空での機内上映用として制作が開始されたが長編化したため劇場公開されることとなった。このため劇場公開より先に日本航空国際便機内で先行上映され劇場公開後も機内上映は続けられた。2007年9月には日本航空国際線機内で紅の豚の再上映が行われた。原案は月刊誌 モデルグラフィックスの連載漫画記事、宮崎春の雑草ノートの飛行艇時代である。成果が航空機産業に関係していたため、幼い頃から空を飛ぶことに憧れていた宮崎が自分の夢として描いた作品である。宮崎自身がその演出を覚え書きにおいて疲れて脳細胞が豆腐になった中年男のための漫画映画にしたいと記している。本編制作中に プロデューサー鈴木敏夫の制作した宣伝用予告映像は過激な空戦シーンを中心につないだ戦争映画さながらのものだった。まるで本編と方向性の異なるイメージで作られた。それに対し宮崎は猛烈に怒ったという。ロケ班は1990年9月に実施。メンバーは宮崎の他プロデューサーの鈴木敏夫、アニメ監督の押井守ら6名。 目的地はイタリアのテベレ川流域の山岳都市で最後にローマを訪ねるというものだった加藤時子が主題歌とエンディング曲を歌うとともに声優としても出演している作品世界は宮崎自身の趣味を反映しそれまでの子供向けではなく同年代に向けた作品となっている一貫してアニメを児童のために作ることを自らに課してきた宮崎に とっては、制作後も是非を悩み続ける作品となった。一方で、イタリア人すら忘れてしまった、航空機を復活させたり、存在しない空軍を出せたりしたことは道楽としては、楽しかったとも語っている。また、下記のように、続編制作を考えるなど、宮崎の思い入れが非常に強いことが伺える。続編に関して宮崎は、作品完成後の打ち上げで、 クレナイの豚パート2を制作する、そのために、ラストのストーリーも変更したと発表しており、また、カリグラシのアリエッティ制作時のインタビューでは、クレナイの豚の続編をやりたい、題名は、ポルコロッソ最後の出撃と語っている。このことに関して、ポルコの声を務めた、森山周一郎は後に、宮崎は引退を発表したが、パート2制作しないと、ストーリーが、 知り切れとんぼのままで完結しない。なんとか約束を実行していただきたいものである。と述べている。他のジブリ作品同様に、金曜ロードショーで繰り返し放送されており、宮崎が長編アニメ制作からの引退会見を行った2013年9月6日には、当初の放送予定を変更して、急遽オンエアされている。 第一次世界大戦で戦勝国だったイタリア王国だが国民から栄光なき勝利と呼ばれるまでに経済が不安定になっていた。本編は1929年頃の物語で、すでにイタリアは1922年のローマ新軍以来、ムッソリーニ率いるファシスト党の独裁家となっている。1931年から本格的にヨーロッパへ波及する大恐慌の足音や、 この当時一世を風靡したアニメーション、ベティブープに似た映画、ライバル役のカーチスが1933年のラジオドラマ、ローン・レミヤーの名ゼリフ、ハイヨー・シルバーお口にするなど、当時の世情をうかがわせる描写が散りばめられている。作品名の、クレナイトは、主人公のカルヒ皇帝の機体色だが、国家対抗の色合いが強かった。 当時の自動車レースにおいて、イタリアに割り当てられたナショナルカラーもまた、イタリア語でレーシングの赤を意味するロッソコルサであり、イギリスの緑のブリティッシュグリーン、フランスの青のフレンチブルー、ドイツの白、または銀のシルバーアローと並んでイタリアンレッドとも呼ばれていた。シンクの飛行艇を操る豚のポルコロッソは、かつて人間だった頃、 イタリア空軍のエースだったが、今はアドリア海の小島に陰性し、空中海賊、空賊退治を請け負う賞金稼ぎとして暮らしている。ある晩、昔馴染みのジーナが営むホテルアドリアーノを訪れた。ポルコは、米国製の飛行艇を操るアメリカ人カーチスに出会う。カーチスは、空賊連合が雇った、用心棒だった。しばらく後、相手へ。 サボイアのエンジン整備のためミラノに向かって飛んでいた。ポルコはエンジン部長のままカーチスと遭遇し撃墜されてしまう。ポルコが大破した相手をミラノの工房ピッコロ社に持ち込むと、ピッコロおじいさんとその孫で17歳の少女、フィオが共同で修理に当たるという。ポルコはブるが、フィオの熱意にほだされて、愛機の設計を任せる。一方、 ファシスト政権に非協力的なポルコは、ミラノでも秘密警察や空軍に狙われていた。警告に来たかつての戦友フェラーリンは空軍への復帰を進めるが、ポルコにそのつもりはない。やがてフィオの才能と献身によってサボヤは復活し、人質という建前でフィオも乗せたサボヤは、秘密警察を振り切って離陸する。ポルコがアドリア海の隠れ家に帰還すると、 空族連合が待ち受けていた。そこで、ポルコとカーチスの再決闘がセッティングされ、ポルコは、フィオとカーチスの結婚後、カーチスは、サボヤの修理代金をかけて、戦うことになる。決闘当日、ポルコとカーチスのドッグファイトは、決着がつかず、勝負は、素手の殴り合いにまでも連れ込んだが、かろうじて立ち上がったポルコが勝者となる。 イタリア空軍が迫っているためにチリジリに解散する中でポルコとフィオにも負に別れが訪れ物語は幕を閉じる物語に登場する水蒸気はオリジナルのものと実在した機体をモデルにしているものが混在している日本国内楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください